数学の分野における定数関数とは、それが取り得る値が変数の変動によって変わらない定数値の関数のことを言う。例えば、関数 f イコール4はすべての値を4へと移すため定数関数である。やや異なる2つの定義ができる。集合 a、b 及び b の元 c が与えられたとき、関数 f、ab が与い c を持つ、 定数関数であるとは、F イコール C を満たすときに言う。集合 A、B が与えられたとき、関数 F、A、B が定数関数であるとは、F イコール F が成立することを言う1の意味で定数ならば2の意味でも、定数となるのは明らかであるが、逆はやや込み入れてくる。まず、A が元を持つならば、どうということはない。A が空であるときに、1位に定まる空写像は、 空虚な意味で定数関数と考えることができるが、B が空ならばそれは値を持たない。A が空で B が元を持つ場合に関しては、排柱率を必要とするので、前提とする論理によってはそれも問題になる。実関数としての定数関数は、一般に実数 C を用いて、F イコール C あるいは簡単に、Y イコール C がその一般型となる。 定数関数 y イ,イコール c のグラフは、在、平面上の水平線で点を通る。位置変数 x の多項式関数の文脈では、比例定数関数と、高等的に例な関数は、区別を受ける。つまり、次数例の多項式は一般型が、f イコール c となる関数を定め、この関数は、x 軸との交点を持たない。他方、例多項式 f イコール例は、 定数関数を定め、この場合は任意の x が根となり、グラフは在平面の x 軸に一致する。定数関数は玉関数である。つまり、定数関数のグラフは y 軸に関して対象である。基関数となる、定数関数は0関数に限られるから、その意味でも値が0か、比例かでは違いがある。関数の微分は、それが定義されている文脈において、 関数の値の変化率を測るものである。従って定義により定数関数は変化をしないのだからその微分は0である。それをしばしばイコール例のように書く。逆もまた正しい。すなわち y イコール例ならば y は定数関数である。定数関数は合成関数に関して2つの方法で特徴づけられる。次の条件はすべて同値である。 F, A, B は定数関数である。すべての関数 G, H, C, A に対して FG イコール FH が成り立つ。F と他の任意の関数との合成は定数関数である。上述の定数関数についての初めの特徴付けは、言論の分野におけるより一般的な定数者の概念の性質を定義する上での動機となるものである。全順序集合の間の定置者像は、 順序を保存しかつ順序を逆にする写像である。逆に F が順序を保存しかつ逆にする写像であり、さらに F の定義域が束であるなら F は必ず定置写像である。定置写像の性質には他に次のようなものがある連結集合上の関数が局所定数関数であるための必要十分条件は、それが定数関数であることである。ありがとうございます。